それではお時間になりましたので始めたいと思いますが、鹿島と申します。で今は、こちらのギャラリーですとか、あとプロサービスの担当をしております。で今日ざっくり星空撮影というような案内しかしてなかったんですけども、実は、いろんなパターンがありますよということで、そのパターンの中で今日は何をお話しするかということなんですけども、一応説明するといつもこういう4つのですねマトリックスを作ってます。で星の写真ってね、ライブコンポジットみたいにこう線で、ね、軌跡を表現するものがあったりとか、あと止めて点で写したりっていうのがありますし、あとはこういう明るい都会でもですね撮れたりする写真もあれば、郊外のですねちょっと暗い場所に行って、もう 暗ければ暗いほど星ってたくさん写りますんでですね、こういう区分けをしております。で線で撮りながら、明るい都会で撮るっていった時にはやっぱりライブコンポジットっていうのは非常にですね強力な機能になります。で同じくライブコンポジットをですね郊外の方で撮ると、こういう形でたくさんの星がねより写ってきます。左の写真、一番左の写真は、真ん中に灯台があって、その上に北極星があって、で日周運動でこう円を描いてるっていう形ですね。であと郊外でですね星を止めて撮る点像で撮影するっていうのが左下になります。で右下のですね明るい都会でですね点でこう表現するってなかなか難しくて、よく見てですね拡大するとちょっと映ってはいるんですけども、ほとんど存在感がないんで、今の技術ではなかなかですねこの都会の華やかな夜景と満天の星っていうのはなかなかちょっと難しいところですということですね。で今日はこの左下のところですね点像でこう撮るっていうことで、ちょっとやっぱり暗いところに行った時にですねどういう設定で撮ればいいかっていうのをちょっとお話ししていきたいと思います。であと都会でライブコンポジットで撮るようなものについては、今日はちょっとお話ししないんですけども、ホームページの方でですね前にちょっと記事を書いておりまして、ホームページのフォトライフっていうところからですねフォトレシピ成形でこう検索していただくと、一番下にですね出てまいります。この辺をちょっと参考にしていただければと思います。はい。で星空を撮るのに必要なものね何かというと、まずカメラ必要ですよね。で OM1 になって非常にイメージセンサーの性能が良くなったのでですね、おすすめは OM1 系、OM1 マーク2というところなんですけども、お持ちのカメラでも十分撮れます。はい。でレンズはですね明るい広角レンズっていうのがおすすめで、私の一押しはですねこちらの 12mm の F2 っていうやつなんですけども、結構ですね非常に小型軽量でですねカバンに入れても全然重さを感じないぐらいのものです。で非常に F2.0 っていうふうに明るくて、でよくこの 12mm っていうのは標準レンズのね1240とか1200とか1245ってありますけれども、使い慣れた広さだと思いますので、どういう風景が入ってくるかというのは想像しやすいということで、防塵防滴ではないんですけれども、一番お手軽に、お値段もお手軽なんでですね、この辺をお勧めしております。で、F2.0 と 2.8 ってよく専門用語では1段明るいっていうんですけども、この1段っていうのは、光の量が倍取り込めるっていうことなんですね。同じ時間と同じ感度であれば。ですので、結構その1段って非常に大きい効果になります。で、具体的にじゃあ光が倍入ってくると何がいいかというと、シャッタースピードとかですね、感度、どちらか半分で済みますよということで、例えばシャッタースピードが半分で済むということは、星をですね、点で止めやすいんですね。ご存知の通り、星ってゆっくり動いてますんで、シャッターを開けてる時間が長くなってしまうと、ちょっとね線でこう動いちゃうんですね。でシャッタースピードが半分で済むということは点で止めやすいというメリットがあります。で逆に、シャッタースピードはもう十分なんで、感度の方を変えたという時には感度が半分で済みますので、高感度ノイズが少なくてより綺麗に仕上がるということで、明るいレンズっていうのは非常にですね星空撮影には重要なものになってまいります。でこの辺ですね、北山先生一押しの 8mm のフィッシュアイとかですね、あと17mm、1.2 シリーズって3本あるんですけども、一番広いのは 17mm ということで、こちらが私もよく使ってます。7、14ですね、魚眼以外で
一番ひどく取れるっていうのは、まあ、この7ミリの突起ですね。なんで、まあ、ちょっと F2.8、まあ、普通の撮影にはね、明るいレンズなんですけども、星空撮るにはもうちょっと本当は明るいといいんですが、まあ、2.8 のレンズなんで、まあ、ちょっとシャッタースピードをね、長くする必要があったりします。で、あとはまあ、標準レンズでよくお使いのですね、12-40 なんかでも、十分撮れますので、まあ、試してみていただければと思っております。で、まあ、一例だけ、まあ、12ミリの、まあ、F2 っていうやつですね。これ、まあ、大雪が降った翌日だったかな。山梨県の小事故の方で撮りました。まあ、こんな感じの画角になりますね。広さになります。で、まあ、8ミリをざっと説明すると、結構広い範囲が撮れるなっていうのは、今、左のですね、線で囲んだのは、冬のダイヤモンドと呼ばれるもので、まあ、それが入った上にですね、北の空の北斗七星まで入ってしまうということで、結構ね、空を広く収めたいという方には、非常に、まあ、この魚眼レンズをおすすめになっています。神奈川県の城ヶ島の馬の背洞門というところになりますけれども、こちら17ミリの F1.4 で撮ってます。6月の中旬ぐらいに撮ったものなので、まあ、これから、まあ、梅雨に、ね、入っていくと思うんですが、梅雨の晴れ間なんかにですね、狙っていただくといいかと思います。時間的にも、まあ、9時40分ぐらいなんでですね、まあ、あんまり遅くならずに撮れるかなというところです。で、こちらは7ミリですね。74の7ミリで撮ってます。で、まあ、2019年にですね、石垣島に初めて行ったんですけども、そこで撮った写真になります。まあ、かなりね、天の川がたくさん入っておりますよということですね。で、まあ、12ミリなんかでもですね、こういう、これは去年の秋にですね、小人の高ぼっち山に登って、夜明け の風景を撮るときにですね、まあ、12ミリで撮ったんですけども、こんな感じでですね、空も広く、地上の風景も比較的広めに撮れたりということで、まあ、12-40でも十分撮れたりします。同じく12-40ですけども、まあ、こちらはですね、まあ、たまたまこう流星が入ってくれたんですが、縦位置で撮っております。で、縦位置で撮ることでですね、オリオン座もしっかり入れられて、まあ、河口湖とですね、富士山を構図に入れております。ということで、まあ、この5本ぐらいをですね、いつもお勧めしてるんですけども、他のレンズでもね、まあ、撮れなくはないんですが、明るくて、まあ、広いという意味では、まあ、この5本がお勧めかなというところです。で、あと三脚ですね。こちらに並べてますけども、三脚、これ自由運動がおすすめというふうに書きましたけども、皆さん三脚はお持ちですかね。三脚もね、やっぱりしっかりしたものはないと、結構ね、風で揺れちゃったりしてブレちゃいますんで。で、何がね、この3ウェイと自由運動が違うかというと、やっぱり星空を撮るときって、広い広角レンズで空をね、撮りたいんで上向けますよね。で、この 3way だと、だいたいこう、ぶつかっちゃって、このパン棒っていうのがあるんですけども、この棒がですね、ぶつかっちゃって、一定以上上に行かなかったりするんですね。で、それに対して自由運動は、その名の通り、自由にですね、真上までこう、簡単に行けちゃいますんで、まあ、自在に取りたい方向に向けられるというのがメリットです。ただまあ、3ウェイしか持ってない方はですね、これをいつもと反対向きにつけると、上までは行くんですけども、こうやれば行くんですね。行くんですけど、暗い中でいつもと違うね、方向でこう操作するって非常に難しいんでですね、できればその自由運動を使っていただいた方がいいかなと思ってます。で、特にこういう魚眼とか広く入っちゃうものはですね、中にはこのパンボが長いと、それが下に映っちゃうってことがあるんですね。で、夜撮ってるとそれが分かんなくて、帰ってきて、家のパソコンで見たら、なんか変な棒が映ってるっていうね、初めて気づくってこともあるんでですね。まあ、そういう意味でこの自由運台っていうのをお勧めしております。で、まあ三脚もですね、必要以上に高くしないっていうことで、とりあえずね、普段風景とか撮るときっていうのは自分の目線のあたりになるといいですよという話をしてますけども、まあ、星の場合ですね、まあ、もちろん高く上げないと構図がうまくいかないというときにはいいとは思うんですけども、特に低くても問題ないんであれば、やっぱり風の影響とかですね、
高くなればなるほど受けやすくてぶれやすくなってきます。でこれ左の方写真はですね、まあ、しっかりした三脚でちょっと低めにセッティングしてるんで、まあ、撮れてるんですけども、右側のやつはですね、完全にぶれちゃってるんですね。こんな風に風が強いとなってしまったりもします。もちろんね、重りをこうつけてね、やったりもするんですけども、やっぱり安定感という意味では低めの方がいいんで、そういう形でお勧めをしております。で今、ね、カメラとレンズと三脚のお話をしましたけども、その他に あると便利、まあ、ないと撮れないというわけじゃないんですけども、あったら便利というのがリモートケーブルですね。こちら、まあ、今ワイヤレスのものも出てますけども、カメラのシャッターを押すときに、ね、ブレちゃう可能性があるんで、まあ、これで押したりとかですね。あとタイムラプスを作るのに連写で撮りたいというときにはロックができるんで、ロックして押していただくとですね、連写設定にしてるとずっと撮り続けてくれます、はい。であとはレンズヒーターですね、まあ、こちらちょっと持ってきましたけども、長時間やっぱり外にいると結構冬だとですね、霜がこうついてきたりとか、夏でも湿気が多いんで、夜半過ぎになってくるとね、夜露がこう出てきたりしてレンズの前が曇ってしまうということがあるんですね。でこれを熱でですね、こうレンズの前に前側にこう巻いてですね、モバイルバッテリーをつないでいただくと、その電源でですね、熱が出て温めてくれてですね、曇りを防止してくれるっていうものがあります、まあ、これもあった方がいいですね。であとまあ予備バッテリーだったりソフトフォーカスフィルターっていうのがありますけども、まあレンズの前につけるものだったりとかですね、あとまあボディの内部に入れたりっていうのもあったりしますけども、まあ、とりあえずそういうのがあると何がいいかというとですね、ちょっと次のページに見ていただくと、ソフトフォーカスフィルターがあるのとないのでちょっと使ってるレンズが違うんでですね、厳密には比べられないんですが、右のある方を見ていただくとですね、オリオン座とかですね、北斗七星が結構ね、目立ってますよね。こういう星座とかっていう明るい星がですね、大きく滲んでくれるんで、星座が見つけやすい、まあ、そういうメリットがあります。で左の方はつけてないんで、まあ、オリオン座ぐらいはまあ見つけられそうなんですけども、北斗七星、まあ、映ってるのかどうかもちょっとわからないぐらいですね、点がみんな細くなってしまっております。なんで、まあ、これはもう好みがあるんでですね、どっちがいいというわけではないんですが、こういう効果がありますよっていうのがソフトフォーカスフィルターです。あとアンカーリンクス、これ三脚で撮ってる時にやっぱ風があるとですね、こういうストラップも揺れたりしてですね、ブレる原因になったりするんで、そういう意味で簡単に着脱ができるものっていうのがあるんですね。でこういうものなんですけど、あとでちょっと、まあ、前でですね、まあ、見ていただければと思うんですが、こういう形ですぐに簡単にこう外せるものがあるんでですね、これを取っていただくと、もう風の影響でですね、これが揺れてブレにつながるというリスクは少なくなります。あとライトですね、結構最近星を撮る方増えてきてるんで、人気の撮影地に行くとですね、たくさん人がいらっしゃるんですけども、ライトもですね、暗い中を歩くためにはちょっと明るめのですね、ライトがあった方がいいんですけども、撮影してる中でですね、結構ライトをこう照らしたりすると周りの方やっぱり自分のね、カメラの写してるものに映り込んじゃうと心配をされる方がいらっしゃいます。ですので、これちょっと私、100均でよくね、こういう LED ライト売ってると思うんですけども、そこの前にですね、同じく100均で売ってるセロファンなんかを40ぐらいにこう折りたたんでですね、で、まあ、こうテープで貼っつけてっていうことにしています。そうすることで非常に弱い光になってくれるんで、大体まあ、撮影の時に必要なのは設定とかですね、ボタンがわからないんで、手元だけ照らしたいっていうことなんですけども、普通の大きいライトだと結構ね、周りに光が漏れちゃうんで迷惑になるんで、まあ、こういうのを使ったりもしております。
これが手元用っていうやつですね。で今これ石垣に行った時にですね、一人で撮ってたら後から来た方のライトが思いっきり入ってしまってっていうことで、まあ赤い光ってね、弱いんですけども、まあ、入ってしまうと結構不自然な色になってしまうんでですね、その辺、まあ、赤であればいいというわけでもないんで、まあ、その辺気を使っていただけるといいかなと思います。あと季節によってはですね、まあ、今からのシーズンだと虫除けだったりとかですね、冬だったらまあ防寒具などっていうのがまあ必要になってまいります。で、まあ、機材が用意できたらですね、結構いろんなハードルがあるんですけど、事前準備っていうのはとても大切なんですよね。じゃあ何を準備するのかっていうことなんですけども、まずは、どこで撮るかっていうね、ロケーション選びっていうことで、日本は、まあ、世界の中でもかなりですね、光害と呼ばれるものが多い国ですね。まあ、こういう地図でですね、どこがどのぐらいの明るさかっていうのを教えてくれる、まあ、サイトなんかもありますので、光害マップで検索していただくとですね、この辺のサイトが出てくるかと思います。で、素敵な風景とね、まあ、一緒に写したいということで、まあ、暗ければいいというもんでもなくて、まあ、こういう暗いところっていうのはなかなか人が行きづらいようなですね、山奥だったりするんでですね、まあ、その辺はうまく折り合いをつけて、まあ、安全面でもですね、危険の少ないところで比較的暗いところっていうのを探していただくといいかなと。でネットとかでもね、いろんな情報載ってますけども、いきなり夜ですね、初めてのところに行って撮るっていうのはなかなか危険もありますので、必ず明るい時間でですね、ロケハンをしていただいて、まあ、ここだったら大丈夫だなっていうところで撮っていただきたいなと思っております。で夜なんかは結構ね、動物なんかも活発に夜行性のものがね、動いたりするんで、その辺も、まあ、注意のしようがないじゃないんですけど、そういうリスクも考えておいていただいた方がいいかなと思います。あと方角によって星の動き違いますよというのはご存知だと思うんですが、北の空はね、北極星を中心にこう反時計回りにこう回るような動きをしますし、南側は東から西にですね、横にこう動くようなイメージになってきます。で東はまあ上っていく感じですね、左下から右上、逆に西は左上から右下へというような形で沈んでいく方角になりますので、まあ、この辺もですね、まあ、ここから撮ったらどういう動きをするのかなというのも見といていただくといいかなと思います。はい、でその2ですね、ロケーションの次、月齢ということで、月の明かりって、ね、やっぱり星を撮るときにいろんな影響があります。で月明かりがあるとですね、やっぱりその明るいんで映る星っていうのは減ってしまうんですけども、じゃあ悪いことばかりかというとそうでもなくて、風景をね照らしてくれますので、その辺はですね、いいところかなと思っています。でこの辺もですね、ウェブですと暦のページって私よく使ってるんですけども、ここで、まあ、こういう月齢カレンダーがあったりとかですね、何月何日のどの辺の地域だと何時に月が昇って何時に沈むっていうのがですね、分かるようになってます。まあ、最近はもうこういうね、アプリなんかでですね、スマホをお持ちの方はまあ入れていただくと、まあ、簡単に見れるかなというところで、やっぱり満月のですね、近辺っていうのは結構月明かりの影響が大きいです。特に満月の日はもう一晩中ですね、月明かりの影響を受けます。この日に撮るとですね、結構昼間撮ったような写真になってきますよね。じゃあ新月じゃないと撮れないかということ。そうでもなくて、新月はもちろん月明かりが一晩中ないということでですね、まあ、星をたくさん写すことはできるんですが、その途中ですよね、ある時間から月が昇ってある時間になると沈む、その逆にですね、ある時間までは月があって途中から沈むという、まあ、加減上限ありますけども、まあ、その辺の間っていうのはですね、逆の発想をすると星はたくさん撮れる暗い時間帯もありますし、あと風景をね照らしてくれる月が出てくるという、まあ、2つのパターンはですね、1日で撮れるということもありますので、まあ、結構狙い目かなとは思っております。で、まあ、実際こちら、まあ、大分で撮ったやつなんですが、由布岳っていうね山がありまして、まあ、その近く、まあ、町明かりも少ないんでですね、そういうところで撮ると月明かりがないと
星はたくさん映るんですけども、結構ね、シルエット調になってます。で、満月だとこんな感じですね。まあ、昼間の写真みたいになっちゃうんですよね。で、星もよく見ると点々映ってはいるんですけども、やっぱり存在感がないんですね。じゃあ満月の時はもう星諦めるしかないのかというと、まあ、別な撮り方でですね、こういう比較明合成という形で軌跡で撮っていただくとですね、まあ、それなりにこう星の存在感も出てきますので、まあ、昼間っぽいけどもなんか星が、ね、こう回ってるというちょっと不思議な感じの写真が撮れたりするんで、まあ、いろいろ撮り方を変えていただくとですね、いろいろ楽しんでいただくことができます。で、あとやっぱり最大の難関は天気ですよね。こればっかりはどうしようもなくてですね、晴れっていう予報であってもですね、一応これちょっと気象台からのそのまま天気したんですけども、まあ、2割から8割雲があったとしても、まあ、晴れというね表記になっているんで、天気予報だけ見てですね行っちゃうと結構騙されたっていうこともあるんですが、この辺、SCW という、まあ、サイトがありまして、まあ、これも、まあ、ある程度一定の機能は無料で使えるんですけども、時間ごとにですね、地域ごとのこの雲の様子とか雨の様子というのが見えるサイトがあったりします。で、ここで時間をですね、送っていくとですね、まあ、夜の時間、どんな感じなのかっていうのがですね、わかりますので、まあ、これも1日に何回も更新がされるんで、前の時の情報とですね、コロッと変わったりすることもあるんでですね、常に最新のものを見ておいていただきたいと思うんですが、まあ、こちらなんかもご案内をしておきます。で、あと、まあ、その4なんですけども、まあ、作業的なことなんですが、明るいところでできることはですね、済ませておいた方が楽です。で、全部現場のね、暗い中でこう懐中電灯を照らしながらやろうとすると非常に大変なんですけども、特に、ね、このレリーズみたいにですね、穴にこう入れるっていうのがなかなか難しかったりするんで、まあ、明るいところでやっておけることはやっておきましょうということで、まあ、こんな形になってます。いよいよカメラの設定なんですけども、まあ、こちらもですね、まあ、普通の撮影とはちょっと違った特殊な設定になりますので、ご案内をしたいと思います。で、まずモードダイヤルは M モード。普段 M モードあまり使わないと思うんですけども、やっぱり星撮るときには、まあ、基本は M モードにしていただきたいと。あと、暗いところで撮るとですね、液晶を通して見ると何も見えない真っ暗な状態になりますので、OM1 系であればナイトビューモードという機能がついております。それ以外のカメラの場合は LV ブースト2というのがですね、明るく見せてくれる設定になります。まあ、実際、ナイトビューがないと、ね、街明かりの明るいところは点でこう見えてますけども、風景のね、構図とかどう決めていいかわかんないですよね。で、それぞれ、まあ、これちょっと2台並べて後ろから撮ってるんで歪んでますけども、ナイトビューモード、LVB1、こんな見え方をします。ナイトビューモードの方はコントラストをね、ぐっと上げてくれてるんで、山の稜線ですとか、これ富士山なんですけども、ちょっと雪がかぶってるところまでなんとなくわかります。LV ブースト2もですね、まあ、関節の状況までは分からないんですけども、なんとなく富士山の稜線なんかっていうのは見えているということで、なんとかですね、構図を整えることができるかなということです。で、実際に撮影すると、まあ、こういう風景なんですね。なんで、ナイトビューオフだと全く富士山がなかったのがですね、ナイトビューモードを使うことで見えてまいります。で、この3番以降がね、ちょっと難しいところなんですけども、これ、もう星の撮影ではですね、絞りはもう一番小さい数字を選んでいただくで、最初はやっていただいていいと思います。さっきの 12mm の F2 であれば F2.0、1240であれば F2.8 という形でですね、そのレンズの名前に書いてある一番小さい数字を選んでいただくといいです。で、シャッタースピードは、これもレンズの焦点距離によってですね、変わってきます。広角レンズっていって広く撮るレンズであれば一点一点の、ね、星は小さくなりますので結構長い時間開けてもあまり動いてる感じが目立たなくてですねいいんですけども、ちょっと長めの望遠気味になってくると少しの時間でもですね星が、まあ、拡大して映すことによってちょっとの動きがですね線になってしまったりするんで、これちょっとレンズの
次のページにまたご紹介いたします。まあ一旦8秒ぐらいにしといていただくといいと思います、ね、そうは言ってもなんか基準がないと設定の仕様がないと思うんで、とりあえず一旦8秒にしておいていただいて、で感度の方はこれもですね、撮影しながら調整はしていくんですけども、ひとまず3200程度で設定をしておいていただければいいかなと思います。でホワイトバランスは、まあ、色をどういう表現をしたいかというのはまあ自由なのでですね、この辺は特に好みで OK なんですけども、だいたい 4000K ぐらいでですね、カスタムで設定をしていることが多いです。あと7番目の画質モードはですね、ぜひローを残しておいていただきたいんですね。星の写真ってやっぱり撮って出しというところではなかなかこう綺麗に見えない部分があるんで、ロー現像というのは結構必須なものになってくるんでですね、ローを撮っておいていただければと思います。 JPEG の方はね、何でもいいかなと思います。で8番のフォーカスモード、これはマニュアルフォーカスまたは星空 AF を推奨しております。で手ブレ補正はオフにというところですね。シャッタースピードの話と、ピント合わせについてちょっとこの後もうちょっと踏み込んでまいります。でシャッタースピードの、まあ、目安ですね、これ、まあ、私の独自 の、 勝手に決めた秒数なんですけども、だいたいですね、まあ、点で止まって見える目安としては12ミリだとまあ10秒から15秒ぐらいで、これもレンジが幅があるとですね、迷っちゃうと思うんで、オレンジの色になっている数字の方をとりあえず選んでいただければいいかなと思います。で魚眼レンズはまあ、かなりワイドなんでですね、長い時間多分開けてられると思うんですけども、 F1.8 ってかなり明るいんでですね、あんまりそういう何十秒も開けて撮ったことがあんまなくてですね、だいたいまあ8秒ぐらいでまず撮ってみていただければいいかなと思います。で17ミリだとちょっとやっぱり画角が狭くなってくるんで、秒数も短くなってきてですね、まあ、6から10秒ぐらいかなと。で7-14は F2.8 っていうちょっと暗くなるんでですね、7-14で撮るときっていうのは結構20秒ぐらいでなんとかっていうところですね。まあ12-40も、まあ、10秒から15秒ぐらいと。でこれで絞りが開放で、まあ、シャッタースピードが大体目安としてですね決まりました。であとはそれで撮ってみてですね、明るく撮れたり暗く撮れたりってあると思うんですね。でそこの明るさについては ISO 感度で調整するっていうふうにしていただくといいと思います。 ISO 感度を高くすると明るくなりますし、低くすると暗くなるということで、何枚もちょっとね試してその場で撮っていただくっていうのが必要になってくるかなと思います。で感度も上げたらね、結構ノイズが目立ってくるっていうデメリットはあるんですけども、 OM1 系はだいぶその辺もですね強くなっておりまして、まあ、12,800 ぐらいまで上げても全然大丈夫かなと思っています。でソフトがね最近だいぶいろいろ AI が入ってきてですね、そのノイズ除去というのは進化しておりますので、まあ、そこはまあそういうソフトに任せちゃってもいいのかなと思います。はい、でそういう設定ができたら今度はピント合わせですね。ここは一番難関かなと思うんですけども、方法を一応3つご紹介してましてですね、全部の機種共通なのが自分でですねマニュアルフォーカスで合わせるというやり方です。でモニターで拡大していただいてですね、点が一番ちっちゃくなったところが一番ピントが合っているところ、これもちょっと実際にやっているところを動画で見ていただきます。でピントが合ったらですね、今まではもうテープ貼って固定しておいた方がいいですよという話をしてたんですけども、先日プラザオンラインでですねこれをご紹介高井さんがしているんですけども、これを使うとですねフォーカスリングが動いてしまってもロックされててですねずれたりしないという機能がついております。まあ、これがフォーカスリングロック機能というのはありますので、まあ、それぞれですね OM1 は右の感じのメニューから、まあ、これボタンに割り当てるということなんですけども、ボタンに割り当てて一旦押すとですねロックされる、もう一回押すとロックが解除という使い方ですね。こちらも非常に活用していただくといいかなと思います。はい、でその2ですね、
こちら最近星空 AF っていう機能がついているカメラが増えてまいりました。それを使っていただく、カメラの方でですね、星にオートフォーカスで合わせてくれる機能があります。でその3としてですね、どうしても合わないときにはプリセット MF っていう機能がですね、最近のカメラにはついているものが多いです。でこれをですね、使っていただいて、初期値がですね、999.9m というほぼ1キロ先のですね、設定になっているんで、それで撮っていただくと、実際試してみたらですね、大体合ってるっていうことだったんで、結構使える機能かなと思います。で実際に、合わせているところをキャプチャーしましたので見ていただければと思います。 MF を選んでですね、でこれタッチでもいいですし、ボタンに拡大というのを割り当ててもいいんですけども、大きく拡大していただいて、自分でですね、このフォーカスリングを回していくんですね。ちょっとタイムラグがあるんで、ゆっくりやっていただくといいと思うんですけども、ちっちゃくなっているところを行き過ぎて、また戻して、行き過ぎて戻してということで追い込んでいってですね、一番ちっちゃくなる点で撮っていただくと。で撮った後は必ずですね、拡大して見ていただいて、ボケてないなというのをですね、確認できたら、またさっきのフォーカスロックなんかというのをしていただくといいと思います。でこちらは星空 AF ですね。同じように、明るい星見つけて拡大していただいて、で機種によって違うんですけども、 AF オンのボタンを押すのが OM1K で、 AEL、AFL のボタンを押すのが OM1 以外のですね、機種になります。で今緑がね、一瞬こう出ました、ピント合いましたということなんですけど、星空 AF の注意点はですね、やっぱりピント合わせるのに時間かかるんで、ついつい目を離してしまうんですけども、そうすると合照マークってついてすぐ消えちゃうんでですね、もう一回見た時には何も動いてなくて、あったのか合ってないのかが分かんないんでですね、電子音が鳴るようにしておくといいと思います。ピピッて音がですね、鳴りますので、普段電子音を消している方もですね、電子音、星空 AF の時にはオンにしていただくといいかなというところですね。でさらにプリセット MF ですね、プリ MF っていうところに合わせていただいて、でインフォボタンを押すとですね、今の設定がどうなっているか、初期設定999なんで、そのままでいいんですけども、それにセットした段階でそこにピントが合うようにレンズの中が動いてくれるんですね。でこれ実際撮って拡大してもですね、遜色なく、合ってましたんで、ピントを合わせるというのもね、撮影の一つの楽しみなんでですね、それでも合わない、どうしようもないときには、こちらを使っていただくということもありかなと思います。再生確認というのはですね、非常に大事です。これを怠ってしまうとですね、ピンボケ写真を量産してしまうということになります。で拡大して、ピントが合ってるなというのと、ピンボケだとこういう形でですね、ちょっと丸が大きくなってですね、薄くなった感じになっていると、ピンボケだと思っていただければと思います。なかなかね、ちょっと判断難しいかもしれないんですが、かっちり してないですよね、やっぱりね。あともう一個確認していただきたいのが明るさですね、露出です。で、カメラの液晶、液晶画面って周りが暗いとですね、非常に明るく見えてくるんですよね。ですので、液晶画面で見てる分には明るくてちゃんと撮れてるなと思うんですけども、家に帰ってですね、パソコンに取り込んでみると、かなり暗かったっていうことでですね、よく失敗をしておりました。で、ヒストグラムっていうのを見ていただくと、左の写真ってね、左側にべったりと山が寄ってますよね。こういうのはもう完全に露出不足だと思っていただいて、山が、左から全体のですね、3分の2とか、半分近くまで、時にはですね、あった方がいい場合もあります。実際はその場で再生していただくと、インフォボタンを押すとですね、詳細の画面が出てきますので、左下にグラフが4つありますけども、左上の白いやつがですね、明るさのグラフになりますので、これを参考にですね、左にべったりくっついてないことを確認していただければと思います。くっついてるようだったら、感度をもっと上げるか、シャッタースピードをちょっと長くするかというところですね。それぞれのちょっと写真、こんな形をしています。形はね、その
場所によって全然変わってはくるんですけども、大体まあ真ん中ぐらいまでこう来てるっていうのがですね、いいのかなと。実際の見た目とちょっと違う場合もありますけども、これなんかね、結構ちょっと暗かったんで、後で現像の時に少し明るくしているということで、全然星の見え方が変わってきますよね。で、これ前にですね、北山先生の方でリタッチのこのプラザトークっていうのをやっていただいてるんで、その辺の調節だったりとかですね、あとやっぱり星の写真って撮ったままのものだとちょっと物足りない感じが結構するんですね。天の川なんかっていうのも、まあ、目でもねあんまり見えてないですし、撮って出しのものだとなんかあるのかないのかちょっと分からなかったりするんで、そういうレタッチ術なんかも参考になるんで、こちらも見ていただければと思います。で、もう時間来てるんですが、この最後にですね、この最新機能をちょっとご紹介したいと思います。OMR Mark II のライブ GND という機能がございますけれども、これ星空の、ね、撮影でも結構効果があったりします。ちょっと注意点はこういう、他のコンピューテーショナルフォトグラフィーの機能とは併用できなかったりとか、インターバル撮影や連写みたいにですね、タイムラプスを作るのに、まあ、必要な機能との併用はちょっとできないというのがありますが、まあ、こちら、先日というか、まあ、ゴールデンウィークですね、の時に河口湖に行ってきました。河口湖って結構ね、まあ、このモニターもめっちゃ明るいんですごく真っ白になってますけども、街明かりが結構ね多いんですよね。ですので天の川とかってなかなか映りづらいんですけども、まあ、この日はまあ条件も良くてですね、まあ、それなりに映ってたんですね。でこれをライブ GND を使うとどうなるかというと、こんな感じですね、まあ、下の方左下なんか特に見ていただくと違いが分かりますよね。ということで、まあ、これ実際には ND2 のソフトっていうのを使ってます。実際にちょっと撮影しているところをキャプチャーしたんですが、4秒の F2 の3200っていうので撮ってます。でちょっとね撮ってみたら暗かったんで6秒にして撮り直しました。でまあ、ピント拡大してですね、合ってることを確認して、で次にちょっとライブ GND を使ってみようと思ったんですが、まあ、こんなふうにですね、ライブ GND を入れた途端真っ黒になってしまいました。これ実は、ナイトビューっていうのはですね、このライブ GND 対応してないみたいで、まあ、普通のナイトビューなしの見え方になってしまうんですね。ですので、まあ、どっからかけたらいいかちょっとね、これ分かんなくなっちゃいますんで、ただこの時気がついたのが AF のターゲットマークというのはそのまま残ってるんで、例えば一旦ですねナイトビューに戻して、まあ、どの辺からかければいいかなというのをですね、まあ、決めたらちょっと AF のターゲットボタンをずらしておいて、それを目安にしてかければいいのかなというのは気がついたところですね。で今ね一番強くてハードの境界線でやるとかなりわざとらしい感じになったんで、まあ、この辺ちょっと調整し直して、まあ、ソフトのタイプの、まあ、最終的に ND2 にしたのかな、4か4ですね。でちょっと処理に時間かかりますけども、まあ、こんな感じですね。1個前の写真よりはかなりですね自然な感じになってきたというところで、でGND をかけるってことはちょっとね、その分暗くなるんでですね、さっきの6秒でもちょっと暗くなったんで、感度を上げようと思ったんですが、これも3200以上上がらないっていうみたいでですね、そういう仕様みたいなんですね。ですので、まだ6秒だったらまだ少し伸ばしても大丈夫かなというところで、まあ、10秒にして、まあ、こういう明るさにしましたと。まあ、そういう形で、星空撮影にも使えるかなというところでですね、ご紹介しておきます。最後にちょっとおすすめの私がよく行くスポットなんですけども、富士五湖周辺、まあ、山中湖、河口湖、西湖、庄司湖、あと朝霧高原、道の駅なんかあったりしますね。あと狸湖って結構ダイヤモンド富士とかで有名なところだと思うんですけども、それぞれですね、方角、富士山がある方角が違うんで、まあ、季節とかですね、時期によっていろいろ
変わってくるかと思いますけど、まあ、この辺よく行くんで、よかったら参考にしてみていただければと思います。はい。ということで、以上で終了となります。ご清聴ありがとうございました。